険が潜んでいる。トヨタの次世代の自動ブレーキは夜間でも歩行者を検知できるようになりました。まずは新しいベルファイア、アルファードから。あ、小林製薬。ね、肌触りがすっごいいいマスク見つけたよ。肌心地マスク、保湿ローションが入っているからしっとり滑らか、気持ちいい。満足度 90% の肌心地マスク。 UR 引っ越すなら綺麗なお部屋がいいなと思っているあなた、 UR はリノベーションしたお部屋をいっぱい揃えてお待ちしてます。キャンペーン中の UR である。アリシアクリニック、看護師の皆さん、アリシアクリニックの思いとは。医療のプロとして、美容のプロとして、女性の皆様の力になります。私たちにお任せください。せーの、アリシアクリニック。このお部屋お借りしたくて。もう決まっちゃいましてね。じゃあここはどうでしょう。不便ですよ、そこ。だってここにおすすめで。これでもダメですか。それは家賃保証の。あなたにほっぜんほれん。シェアピッポッキー。クリカ。仕事探しはインディード、バイト探しもインディード。この仕事あんま好きじゃない。我慢して。仕事バイト探しはインディード。エルグランド、低重心とスポーツサスペンション実現。日産エルグランド、日産インテリジェントモビリティ、自動運転化技術搭載、ジェットブラック新登場。履けた？太ももがパッツンパッツン。知ってる？寝ながら太ももケアは履くだけでキュキュッと太ももまで最大 10% 引き締め。おやすみ。メリキュット。ピタッとハウス。ピタッピタッピタッと嬉しい。ピタッとハウス。はいはいはい。決まる、ピタッとハウス。はいはいはい。賃貸もピタッと、売買もピタッと、ピタッとハウス。さあ、オリンピックだ。我らの日本代表出陣。まもなく開幕、オリンピック前哨戦。肉と戯れる3時間。どんなに課題が多くても、未来は思い描く力で変えることができる。大丈夫、この星はまだまだ幸せにできる。住友商事未来設計図。キリウィンさん、歌広場さん、キャンさん、 UQ に紹介するわ。僕は UQ 紹介してもされても2000円分プレゼント。 UQ モバイルだぞ。 UQ モバイル、紹介してくれてありがとう。試してみませんか、エステのトライアル。綺麗が動き出す。フェイシャルサロンで始めよう。メナド来てね。久しぶりだな。頼れるエルフが来て仕事は順調だけど、後継どうする。僕がいるだろう。おうい、エルフをリースで。イスズーのトラック、新車じゃん。昔不良だった少年たちは今どんな暮らしをしているのでしょうか。ザ・ノンフィクション、今回の主人公は暴走族のユータ、当時18歳。シンナー、恐喝、少年院、そして暴走族のリーダー。話が止まらない限り絶対捕まらないです。止まったら走って逃げられないです。この暴走の3ヶ月後、ユータは逮捕されました。そのユータに再会したのは3年前。36歳になったユータは20歳の娘と同棲中でした。よく見つけたね。いや、見つけたっていうより運命の糸ですよ。その雪の意外にも料理の腕はピカイチ。お得意は豚肉生姜焼き。
うん、うまっ。楽しいはずの2人の暮らしに問題が一つ。内縁、内縁の関係。その言葉好きだね。うん、楽しい。最近ちょっとハマってる。今ハマってる言葉、内縁。楽しいね。内緒で手に入れた婚姻届にいつ書き込むか、それが優太の悩みです。そんな中、優太が思いもかけない決断を。福島に移住し、放射能除染の仕事を始めたのです。そして優太のもう一つの決断、あの指輪を渡して、今日プロポーズして。贅沢はできないけど、ちゃんと食わせるから。優太らしいプロポーズの言葉でした。ドキドキしちゃう。婚姻届の証人は福島で知り合った恩人、伊賀さん。今日独身最後なんだから。今日が最後なんだから。分かった、はい、覚悟決めろよ。はい、うん、絶対雪乃のこと幸せにしろよ。そして結婚式の日、花嫁姿の雪乃を見た優太は泣きました。ノンフィクション、優太と雪乃、二人の愛と涙の物語です。2ヶ月前、横浜みなとみらいの結婚式場、ここにあの優太と雪乃がいました。慰め、助け、その命の限り難く節操を守ることを誓いますか。はい、誓います。ウェディングキッス。知り合って一緒に暮らし始めてほぼ4年、今日結婚式を挙げたのです。22歳の花嫁と38歳の夫、本当に長い春でした。いや、自分もだって正直結婚式とか挙げられると思ってなかったですからね。本当に良かったです。あいつと出会ってなかったらこんなことすら多分できてないです。私たちがこの優太に初めて会ったのは20年前のことです。その頃、横浜の街では不良少年たちが暴走行為を繰り返していました。当時18歳の優太は暴走族のリーダーでした。12歳の時に恐喝で補導され、保護施設に入所。以来シンナー、障害などで何度も捕まり、学校とは無縁の生活を送ってきました。18歳の優太はこの頃、トビの現場で働き始めていました。中卒の暴走族でも受け入れてくれる。だからトビの仕事を選んだのです。もうすぐ19歳、暴走族もやめ時かなと考えていました。そんなある夜、走ってる時は絶対捕まってないんですよ今まで。大抵チクられて入ったり、単車が止まんない限り絶対捕まんないです。止まったら走って逃げられそうだったら。この暴走の3ヶ月後、優太は逮捕され、18歳の人生は大きく変わることになったのです。この優太と再会したのは2015年の夏、18年ぶりのことでした。18歳だった不良少年は
今どうしているのでしょうか。あの時18歳だった不良少年は36歳になっていました。ユータには若い彼女がいました。居酒屋で紹介してくれたのは雪乃、まだ20歳です。初めて会った時ってこいつが料理とか掃除とか洗濯とかできるって知らなかったんですよ。ああまたこいつもあれかなと思って、あ何にもできないやつなのかなと思ったら、あの、ね、全部できたからすげえびっくりしたんですよ。よく見つけたね。いやあの見つけたっていうより運命の糸ですよ。そうじゃん、うまいんだよ。知り合ったのは2年前。当時18歳の雪乃が働いていたクラブで出会い、ユータが一目惚れ。猛アタックの末同棲開始というのですが、一体どうなっているんでしょうか。2人が暮らす部屋、家賃7万5000円の賃貸マンションです。雪乃は料理上手でした。毎朝作るユータの弁当、今日は特製肉そぼろかけご飯に焼き鮭、さらにたっぷりの炒り卵のせ。ユータの胃袋は雪乃につかまれているようです。ユータのいちご柄パンツはもちろん雪乃が選んだもの。雪乃はいつもユータのことを気遣っています。そしていつもの朝の儀式。ユータは2年前とび職を辞め、今は配管工事の会社に勤めています。この朝の作業が一番嫌いなんですよ。洗濯物干すのはこれっすよ。これディズニーで買ってきたやつ、お土産パンツ。でもユータのサイズがなくてで、なんかもう無理やりいいやと思ってそれ買ってたんですよ。そしたらこれちっちゃいとか言う。雪乃もユータと同じ中卒です。居酒屋、コンビニ、アパレルショップの店員。親に頼ることなく生きてきました。そして18歳でユータと出会ったのです。苦労してない子はいるじゃないですか、ね、やっぱもともとお金持っててっていう子はいるから、かそういう子はなんかたまになんかこう喧嘩になったりすると、なんか苦労したことのねくせにこの野郎とか思っちゃうけど電気水道ガス全部止まったことあります。雪乃の父は小学校2年生の夏に失踪、そのまま帰ってきませんでした。うちら最初出張に行くって言われてたんですよ。出張に行くって言われて、なんかあ行ってらっしゃいって言って行ったんだけど、なんかそう1年以上帰ってこないから、ねえお父さんっていつ帰ってくるのって言ったら、いや実はねパパとママ離婚しててみたいな、お父さんね今刑務所にいるんだよって言われて、えみたいな。ユータも小学校2年生の時に母が失踪、以来父の手で育てられました。母が消えた日のことをユータは今も覚えています。ちょっと出かけてくるねっつって、でその時母ちゃん、まあ俺小学校2年生だったんですけど、したら男の車乗ってったんですよ。でそっから帰ってこなかったです。ああ小学校2年生か、最低だ。そしてユータはグレ始め、やがて暴走族に。18歳で逮捕、人生が大きく変わりました。栗浜少年院に入所、成人式は少年院で過ごしました。悔やむことがいっぱいありました。
あの時こうしてればよかったとか、愛してればよかったとか、あの時の集会に何で行ったんだろうなとか思いました。少年院からは千葉へ行くフェリーがよく見えました。ああ俺いつか出たらあれ乗ろうと思って。眺めるだけで乗れないフェリー。あの時とか捕まってなかったら本当に自分は今こうじゃないと思うんですよ。やっぱそうか。はい、はすげえ思います、うん、それは人生そんな甘くねえんだぞっていう、うん、少年院で噛みしめた18歳の苦い思い出。午前6時、ユータが仕事に出かけます。キモいわ。緊張してない。デスクで図面をにらみ、計算機を叩きます。空調設備の配管工事の会社です。設計図から予算や工程を読み取る。それを一から学んでいます。社員になり社会保障もつく。雪乃との将来を考え、知り合いに頼み込んで2年前入社しました。飛び職しかやったことのない雄太には難しい仕事でも覚えるしかないのです。不安はなかったですね。とりあえず頑張れば結果はついてくるのかなっていう。ちょっといいこと言っちゃいました。あそう、はい、って思ったっすけど、そんな甘くないっすね。なかなか大変そうだけど。大変っすね。ユータが自分と暮らすため飛び職を辞め今の仕事を選んだことを雪乃はもちろん知っています。頑張ってと言葉をかける代わりに美味しい料理を作る。それが雪乃のやり方なのです。今夜の献立、ちくわの天ぷら。安くてうまいことも大切です。そしてたっぷりの千切りキャベツの上に豚肉生姜焼き。かけすぎじゃない。固まり、混ぜればいいんだよ、混ぜれば。いただきます。うん、うまい。自分で作ってるからな。小さいかもしれない。夏の終わり、二人は旅に出ました。行く先は福島。7年前福島で起きたあの悲劇が雄太のその後の人生を大きく変えました。あの日大津波に襲われた原発は機能を停止し、大量の放射能をまき散らしました。福島県には人が住むには危険すぎる放射能汚染地帯がいくつも生まれました。その放射能を取り除く除染作業が始まったのは震災の1年後でした。足場を組み放射能を拭き取る。その足場を組むのが飛び職人の仕事です。しかし放射能を恐れ職人が集まらない。そう聞いた雄太は自ら志願して福島へ向かいました。そこで1年以上働いた体験がユータの人生を変えたのです。震災があった後だから、うん、なんか役に立てねえかなと思って行ったんですよ、はい、ひどかったですよ、はい、人も住んでないし、もうほとんどゴーストタウンみたいな感じですからね。なんで福島に行ったのって言ったら、いやなんか変わりたかったんだよねみたいな、いろいろ変えたかったからって言ってて、はーんとか言ったら。あれがもし福島行ってなかったら、でも考え方もまともになってなかったと思うし、うん、まだチャランポやってたと思います、はい、そうなの、はい、
雪乃を連れて福島駅に着いた雄太を懐かしい人が迎えてくれました。一つ年上の伊賀さんです。雄太は伊賀さんが仕切る除染現場で働いていました。その頃一緒に働いた村へ向かいます。放射能で汚染されたこの小学校に足場を組み、除染作業を一緒にやりました。6年前の暑い夏でした。福島に来て一番最初に仕事した時は伊賀さんと一緒だったんですよ。昼飯とかどこで買って、もうコンビニもやってなかったから近くね、どこで買っていいのか分かんなくて、したら伊賀さんが毎日持ってきてくれて、お弁当自分の分の。そんなこと懐かしいですね。すごい嬉しかったっすもん。なんでそんな優しかったんですか。やっぱり当時地元で職人もいないし、横浜から来てくれて、そうですね、職人いないです、みんな避難してるから。はい、そんな中ね来てくれたんではやっぱり。懐かしい場所で懐かしい人と会えました。これもともと田舎がないんですよ。で実際に実家あるんですよ。いやここが実家だ。あ、ここ実家だ。みんな仲間だし贅沢はできねえよ、でも人にやってもらった恩とかさ、それを倍にして返す必要はないし、みんなでなんだろう、良くなるっていうのもなんだけど、ああじゃあ次こうしようとかさ、それでいいような気がする。俺はね、ゆうたの様子がおかしくなりました。これいつでも帰ってこいじゃなくて、いつでも帰ってくる場所が雄太あんだからさ、雄太がまだだらめしねえけどさ、いつでも帰ってきな。なんか目の前で泣かれるから。でもなんか普段泣かないから。こっち見ながらすごい目の中に涙溜めてるから。いつでも帰ってこい、その言葉が二人の胸に響いたのでしょう。この夜の涙は二人の人生をさらに大きく変えることになったのです。その半年後の2016年3月、雄太からメールが届きました。仕事を辞め福島に移住しますと書かれていました。雄太の家を訪ねます。雪乃はどうするのでしょうか。2018年サーカスの歴史が変わる。これがシルク・ドゥ・ソレイユ30年の集大成、ダイハツキュリオス。2月7日いよいよ開幕。アキラホームは追求します。匠の